1日ショーガールに就任。水着姿でパフォーマンスを披露した杉原アンディホール六本木。撮影、長尾みなみ。東京で1日ショーガールに就任した。水着姿の杉原が登場すると、会場は歓声に包まれた。ショーガールに扮したのは初めてという杉原だったが、セクシーな表情で投げキッスをしたり、濡れたスポンジで体を洗うなど、サービス満点のステージを披露した。楽しい。需要があるならまたやりたい。週一でバイトしますと上機嫌で話した。共演した女性陣のスタイルを完璧と絶賛して、グラビアをやってくれるなら引き込みたいとスカウトする一幕も。